セスクファブレガス。セスクファブレガスことフランセスクファブレガスソレール。フランチェスクフォブラゴスソレア。1987年5月4日タイは、スペインカタルーニャ州出身のサッカー選手。プレミアリーグ、チェルシー FC 所属。スペイン代表。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。相性は、セスク。FC バルセロナのカンテラで育つ。ここで、 リオネル・メッシやジェラール・ピケラと共にプレーした。2003年の U-17 世界選手権に U-17 スペイン代表の一員として出場し順優勝を果たす。自身も5ゴールを挙げて得点王となると共に大会最優秀選手に選出された。FC バルセロナでも才能は認められていたもののトップチームにはシャビやイニエスタなどの同ポジションの選手がいため、 大会後間もなく、才能に惚れ込んでアーセンベンゲル率いるアーセナルが、スペイン、イングランドの労働法の隙間や FC バルセロナの会長選という機関を狙って遺跡金なしで獲得した。その後、裁判所から FC バルセロナへの85万7千ユーロ、約1億2000万円イコール当時の支払い命令が下った。パトリック・ビエラの放出に伴いチームの舵取りを、 委ねられた2005から2006シーズンには、シーズン当初は経験不足を感じさせるプレーも多かったものの、シーズンが深まるにつれて調子を上げ、それにつれチームも波に乗っていった。UEFA チャンピオンズリーグのユベントス戦では、ゲームを支配し、自ら先制点を奪う活躍を見せて、チームの勝利を出、前任者、ビエラの安全でその穴を埋めたことを示してみせた。 2006から2007シーズンにより、ビエラが背負っていた背番号4を受け継ぐことになった。シーズンオフより遺跡の噂が絶えなかったが、新たにアーセナルと8年契約を結んだ。また2007年1月に発表された2006年 UEFA.COM ユーザーが選ぶベスト11に唯一10代で選ばれた。また、同シーズンはプレミアリーグでアシストランキング1位となった。 2008年11月29日の FC ディナモキエフ戦からはウィリアム・ギャラスに代わってキャプテンを任されている。アーセナルではトニー・アダムスに次ぐクラブ史上2番目の若さとなるキャプテン集となった。2011年8月15日ユース時代に所属していた FC バルセロナへ5年契約で移籍。移籍金は最大3900万ユーロ。 約43億円と言われる。背番号は、アーセナル時代から愛着のある4。開幕から、本来のポジションとは違う先端フォワードを、任されながらも、3試合連続ゴール。しかし、10月初めの練習中に負傷。3週間の離脱を余儀なくされた。しかし、復帰後も離脱前と変わらない活躍を見せる。12月10日のレアルマドリードとのクラシコでは、素早いカウンターから、 ダニエル・アウベスのピンポイントクロスをダイビングヘッドで押し込み、試合を決定づける3点目を決めた。12月18日に日本で開催された FIFA クラブワールドカップ決勝でも、混戦の中からこぼれ球を押し込み3点目をマークしている。この時、カメラに向かって指を7本立てるパフォーマンスを披露し、準決勝のアルサッド戦で左足蹄骨を骨折し戦線離脱した。 チームメイトのダビド・ビジャ、背番号7にゴールを捧げた。2014年6月13日に、フルス・アーセナルのライバルである、チェルシー・ FC への移籍が発表された。背番号は、アーセナル、バルセロナ時代に続き4番となった。開幕戦からボランチとして、レギュラーに定着すると、共に、リーグサイトの18アシスト、2236本のパス成功を記録。 遺跡初年度からプレミアリーグの優勝を飾った。2016年12月31日のストーク戦にてプレミアリーグでの100アシストを達成した。2月25日のスボンジー戦でプレミアリーグ300試合出場を達成。またこの時点でプレミアリーグでの歴代アシスト数で2位に並んだ。2006年3月1日にバリアドリードで行われた。 コートジボワール戦で、スペイン代表デビュー、1アシストを記録した。代表デビュー以降、リオネル・メッシ、2005年のフィーファワールドユース選手権、準決勝で、対戦と、同い年のティーンエイジャーという話題性も手伝って、上新星などと称して、マスメディアに取り上げられ、2006年、ワールドカップドイツ大会にも出場を果たした。また、エウロ2008でのスペイン代表では10番を背負い、 その中盤は、シャビ、アンドレス・イニエスタ、ダビド・シルバラと共に、クアトロフ・ゴーネス、4人の創造者たちと称された。エウロ2008本大会グループステージ1戦目の、ロシア戦で、代表初ゴール。シャビや、マルコス・セナの控えとして臨んだ大会であったが、スーパーサブとして活躍。準々決勝のイタリア戦の PK 戦では5人目の、キッカーを務め、15歳の時から、 まともに PK を蹴ったことがない本人団にもかかわらず、イタリアの GK ジャンル時、ブフォ本の動きを読み、落ち着いて沈め、スペインの勝利を決めた。準決勝のロシア戦では、セルフィオラモスからのグラウンダーのパスを、柔らかいタッチで、ふわりと浮かせ、前方へ走り込むダニエル・グイサの胸にぴったりと合わせ、ゴールを演出。さらに、左サイドに空いたスペースでイニエスタからのパスを受けると、 相手守備陣が戻りきれていない、ゴール前に走り込みシルバーへ低い弾道の正確なセンタリングを送り、これをシルバーが落ち着いて、ゴール左隅に決めた。これらにアシストを含む4アシスト、大会最多を記録するなど、スペインの優勝に貢献した。2010年のワールドカップでもスーパーサブとして臨み、主に膠着状態を打破するために途中出場した。 決勝戦のオランダ戦では80分から投入され、延長後半のイニエスタの決勝点をアシストすると、活躍した。2015年10月12日の UEFA エウロ2016予選、ウクライナ戦で代表通算100試合出場を達成した。国際 A マッチ105試合15得点、2006年代、通算、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。